はい、皆さんこんにちは、赤山翔です。こんにちは、なあこです。今日はですね、皆さん、あのカメラバッグの中身の第2弾でしてですね、今日はなおこさんのカメラバッグの中身を見せていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとですね、あのカメラバッグは大きすぎてですね、ちょっと全部ちょっとお見せするのが、ちょっと今ここの場所がですね、テーブルの上だけをですね背景にしたいので、全部ちょっと映らないんですけど、ちょっと今ね動かして、ちょっとサイズ測ってみる？うん、サイズね。横幅が何センチですか？38センチぐらい。これで高さが53センチぐらいで、厚みが26センチぐらいのキャリーです、ね、コロコロが2輪ついてる、はい、でもこれカメラ専用のバッグではなくて旅行用なのかな、それをカメラ用に使ってます、うん、じゃあちょっとまあ早速ですね、ちょっと中身を開けてもらいましょうかね。そうですね、これは直子さんの仕事の道具ですか？そうです、仕事の道具で、はい、カメラ一式。そうです、あ、パンパンに入ってます。ここちなみにここには、ね、ここ何、ここはボールペンとサインペンです。はい、それはじゃあこれ、まあ、ボールペンはまあちょっとメモしたい時とかに使って、サインペンはね、プログラム、現場でプログラムをもらって色温度を書き込んでます。ゲネプロを見て、うん、色温度をこれで書き込んで、本番はその色温度を見ながら曲ごとに色を変えながら撮る感じです、はいはい、直子さんはあのあれですよね、舞台撮影で。そうです、バレエを。これは予備のこのマイナスドライバーとプラスドライバーのなんか、まあ、ちょっとあるといいかなと思って、まあ、そういう工具がね、そうそうそう、忍ばしてある。すごい小さいんで入れてます。あとはこの厚紙が入ってますね。厚紙は何に使うんですか？これは実は特に意味がなくて、ここの衝撃がカメラにガンってならないように厚紙、あ特に意味がないのです。これは補強用です、ただの。なるほど、はい、はい、じゃあ中を開けていただきましょう。はい、お、なんかいろいろ入ってますね。なんかクッションみたいなやつ、ぐちゃ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 だね。これはもう一眼レフ時代から使ってて、一眼レフの時に こことここにベルクロを縫い付けて、なんていうのかな、こういう向きで、ここをレンズね、でレンズをこう出して、ここの下ベルクロで止めて、意味わかる？そうしたら超音カバーみたいに使ってました、一眼レフの時代に。そうそうそう、それでここちょっとこの辺このクリップでこれ止めてみたいな。あ、じゃあ今でもだったら、あのミラーレスの Z9 になっても使うことあるんですか？これはこれは何だろうな、音消しのためには使うことはないんだけれども、なんていうのかな、あのリモートで離れたところに設置したカメラを見た 目のためにか、なんつうの、かぶせとく。あ、まあカメラカメラして見えるよりはね。そうそうそう、あと万が一盗まれたりしても困るから。あ、盗難防止とか、ね、そうそうそう、だからカメラに見えないようにするための、そうそう、一応カメラをくるむのに時々使ったりしてます、うんうん、なるほど。でもあんまり使ってないかも。カメラくるむのはもっと薄い布が三脚バッグに入ってて、そっちを使うことが多いかな。はいはいはい、はい、なるほど。どこから行く、カメラから行こうか、レンズから行く。まあとりあえず出しやすいもの、ね、いや、うん、順番に行くとぐちゃぐちゃよ、うん、じゃあ上から。あ、それは買ったばかりの Z8 で、 Z8 で、これは、うん、もうちょっとこの辺で見せます。ここが真ん中、うん、そう、その辺が真ん中。はい、これスナップ用とかに使います、カメラね。なんかちょっとニコンのロゴマークにしたら、なんかちょっと見せてください。ちょっとラインストーン、それなんかラインストーン貼りました。だってうち2台あるから間違えないようにね。ああ、そうですか。あの、そう。あとこの袋は自分で縫ってます。その袋、ああ、それはあの Z8 が入っていた袋。そう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 。このキルティングの袋はこれ縫いました。ああ、じゃあもうね、衝撃吸収でね、そういった袋に一つ一つ詰めてるんですね。そうです。ちょっとやばいね、恥ずかしいね、これぐちゃぐちゃだよ。まあでもよいしょ、はい、これが Z9 です。 Z9、 はい、いいですね。あえてちょっと古い
ままにしてます。あのバージョンがですね。そうです。でこれも自分で縫った袋でちょっと使いすぎて薄くなっちゃったんで2枚重ねにしてます。ああ、じゃあそれだったらもうね機材がね保護できて安心ですよね。そうなのよ。はい、これはなんだ。はい、これも Z9 です。これも2代目の Z9 です。はい、じゃあ一旦まあ、ね、2枚重ねにしてます。どんどん出していただいてカバンをテーブルの上から外して。そうね、ある程度出したら見ましょうかね。なんだこれは。あ、これは Z6-2 です。Z6-2。これも縫ったやつ。これサイズをね、いろいろ作ってあって、これはレンズとかちっちゃいカメラ用で、さっきの大きいのはこういう大きいカメラ用です。なるほど。ちょっとじゃあ後でじゃあ Z6-2 をどのように使ってるかとかいうのちょっと後で教えてもらいましょうかね。そうね。じゃあちなみにまあ今入ってるもの。まだでもカメラを先全部出そうかじゃあ、うん。よいしょ。これもカメラです。はい、Z9 ですね。これは固定に使ってるんで、これつけっぱなしです。アルカスイスのちっちゃいギア運台を使ってて、それ用の足をもずっとつけっぱなしにしてます。はい、じゃあ今 Z9 が3台と、これもね気に入っててね、これも自分で作ったんだけどね、結構厚いのよ。厚みがあってこれ2枚重ねになってて、キルティングが絞るとかはないんだけど、シンプルな形で頑丈で気に入ってます。なかなかね既製品でそういうのないですよね。うん、そうなの。いい布が見つかるとね作れるんだけど、布探しがね意外と大変でね。そうなんですね。ちょっと下ろす。でもこのこういうのは知りたくない。別にこういうカメラバッグの仕切り、うん、これも自作なんだけど別にこれは興味ないから、ね、だったらじゃあちょっとね直子さん一旦カメラをねちょっと下に下ろして。待って、よかった、カバンを下ろそうか、人をまず。うん。で、ちょっと。自分でも持てないわ、これ。ちょっと下下ろしてもらっていい？はい。はい。下も下ろしてもらっていい？ここ。ワイヤーいいんですよ、皆さん。ちょっと、おこれだけでも結構重たいな。ね、こんだけ出した、危ねこんだけ出したけど、まだ重いっていう。はい、はい。はい。で、それでじゃあ、まずじゃあ、どんどん出してもらって。じゃあ、今、これでカメラは全部です。はい。ちょっとカメラが今見切れてるんですね。まあまあまあ、でもまあ、はい、これ、はい、今出てきました85です。はい、はい、これいいね。 85mm の 1.8。 これも自分で作った。それぞれ全部をキルティングのポーチに入れて。全部入れてます。誰かさんみたいにこうカメラごとにガシャガシャには入れません。はい、はい、ニッコロ Z50mmF1.8 です。はい、今度こっち、これですね。でこれ書いてあって分かりやすくていいね、うん、Z2470-28。 はい、からの、はい、Z の24-120-4S。 はい、はい、それからそれからなんか小さいのが出てきたよ。これはなんか次はこれもレンズですか。これもレンズですよ。お、あ、お気に入り35の 1.8 ですね。お気に入りの35です。 Z35mmF1.8 です、はい、まだあります、はい、ちょっと多いね。広角です。あ、 Z の14から30mm の F4S、ね、これかなりねシャープなレンズ。まあ大体ニコル Z レンズは全てねあのシャープネスが高くて、あの四隅までねあの解像力があるというか解像度が高いんでいいんですけど、特にね14-30などもね、一押しのレンズですね。唯一ね、唯一くるんでないのが、はい、この100-400と24-70。これはね、これを入れるバッグはちょっと大きくて、あの100-400と70-200ね。私間違えた今。うん、そう24-70って。本当？でそれはあのこれでちょっと間、これねキヤノンのやつなんだけど、これで衝撃こういう風にして、でこのレンズとレンズの間はこの手作りクッションでこういうかこんな感じでカメラバッグの中に入ってます。うん、ちょっと見切れてた今。でだからこれのレンズとレンズの間にこの赤いクッション。そうそう、赤いクッションをこうやって、そう持ち運びしてます。なるほど。はい。はい、レンズは以上です。それからこれです。それは何ですか？ストロボです。あ、プロフォトのねストロボね。ちっちゃいクリップオンです。これはね、私予備持ってかないの。もうさすがに荷物多すぎなんで、これは1個だけです。それはスナップに使うんですか？そうです。これ立たないんだね。あ、それはもう寝かしておいてください。はい。で、ブロワーです。これなんかもういっぱいいっぱいテーブル、うん、まあ、これ見える？でブロワーはどんな時に使うんですか？気が向いた時に使います。気が向いた時。
そんなに正直家で使うけど現場じゃあまり使わないです。これなんだろう、あ、電池だ。これさ出せないよ、テーブルがいっぱいで。これ見切れる？まあじゃあちょっと外して真ん中をちょっと開けてください。真ん中開けないと、うん、置けないよ。はい、じゃあレンズをじゃあ横に動かして、はい、これ Z6 は滑るね。そこがね、もう Z9 滑んない、滑んなくて、これこれこいつね、これ置くとね吸盤で床にくっつくんで、これはい予備電池です。あ、それは Z8 と Z6 そうです用に使います、ね、まあこのぐらいあれば足りると思います。多分まだそんなに現場でこの Z8 そんなにたくさん使ってないので様子見ながらやってます。それからこれですね、このちっちゃいポーチに入ったのがこのプロフォトって書いてある、これは赤山シューって書いてあるけど Z9 の電池が1個、もう1個、あ、絡まってる、2個、これね、オレンジの袋にしてるのはこれカバンの中で見やパッと見すぐ拾いやすいように、暗い場所でもすぐ見つかるようにオレンジで、オレンジを先に使うって自分の中で決めていて、ああ、なるほど、うん、そういう感じで使い分けてます。これも予備、なんかそれぞれバッテリーをね全て別のポーチに入れてるんだね。だって傷がついちゃうじゃないバッテリーに。違いますね、僕なんかバッテリー全部一緒に入れちゃう。もうバッテリー分けた方がいいかもね、一緒に使ってたらいつの間にか傷だけになってる。これはストロボのバッテリーです。これは一応持って、あ、プロフォトのスピードライトの、はい、それからこれがプロフォトのこのなんていうのフラグです。あ、あの発光部につけてこうつけて磁石で上にパチンと、はい、であのバウンスさせたりする、こうやって使います。はい、そういうものもじゃあこれめちゃくちゃいいですよ、このストロボ。これはおすすめです。高いけどね、ちょっとね、私値上げ前に買ったからね、ちょっとラッキーだった。なかなかね発光部の形が面白いですよね。うん、発光部の形どこよりと色がいいしめちゃくちゃ安定してる、うん、あとこれです。これは何だ、モバイルバッテリーです。あ、モバイルバッテリー、アンカーの使ってます、うん、これはなんだかんだでアンカーが安心です、うん、モバイルバッテリーを使いながらあの USB 給電しながら撮るんですか。そうです。でそれはじゃあちなみに Z9 用、今のところは Z8 の分もでも足さないといけないかもしれないね今後は。でもどうしよう、 Z8 スナップばっかりで舞台のメインには使わない気がするので、もしかしたらいらないかもしれないです。あとこれは首から下げてここがペンライトになってます。あ、そうかそうか、あのあれね、暗いところでホールだと暗いですからね。そうなんです。で周りに迷惑な時はちょっとこう手で握ってこうつけると光が漏れないのでいい感じです。はい、あとこれはちょっと最近実験的に使ってるんですけど、自分にシャッター音を聞かせたくてこれ Z9 に挿してシャッター音を2とか3にして、うんうんうん、耳に挿すんです。これを、あ、有線で耳に挿してこれをカメラに、うん、カメラに挿してシャッター音を耳から聞いてます。なるほど、はい、あの直接は Z9 から出力させて、そうそうそう、で自分の耳だけで聞くという。ただこれ使うときはカメラ、私普段3台とか並べてるんだけど3台並べるときはあんまり使わないです。こうどのシャッター音か分かんなく頭が混乱しちゃうので1台だけ使うとき、まあ、要するにヘルプで行くときに使ってます、うんうん、あと電池もう1個ありました。これカバン、これはなんかポーチが足らなくてそのまま、だから一応電池は一応4つぐらいバラ、あのそうね、いるとでは、そのボディにはそれぞれ入ってんだよね。入ってますよ、うん、ってことはボディ3台には3つ入っていて、でも4つもいらない、私3つでいいと思う。
今これたまたま入ってるから出したけど、うんうん、じゃあ一応じゃあ予備電池は一応それぞれに1個ずつで、じゃあ手伝い持つからね、じゃあ全部で6個ってことね。うん、6個、もともと入ってる電池が3で別で3つ持つ。そうです。あとパーマセルです。これは必須ですね。パーマセルテープはちなみにどんなことに使うんですか？三脚を固定したり、あとなんだろう、なんかこうタイムテーブルを自分の目のつくところに貼って止めたり、うんうんうん、なんだろうね、あると便利よ。あとそうだな、ポーズ写真の時も使うし、なんだろう、うん、何にって言われても困るけど、うん、ないと、うん、ポーズ写真だよね。そうそう、あのスタジオを組んで、そうそう、バレエのダンサーさんはですね、あの簡易スタジオを組んで、そこで全身とかね、アップを撮ったりする。あとこれが連動シャッターです。その機械、自分から離れたところに、うん、ノーカメラを連動でシャッター撮るやつ、ニコン純正です。これは端子が違うのは Z6II 用です。あとはこの10ピンは Z9 用です。うん、これね、本当に一応こんないっぱいあるけど、実際はこんな1個しか使わない。これ全然ラグがないですね。ラグがない。そうそう、もうね、これすごいよ、これ、うん、本当これね、キャノンの時はこれができなくて、うんうん、はい、ちょっと閉まっちゃったね、うん、まあいいよ、僕はちょっとね、これ商品名を、製品名をちょっと今探してね、読みますからね。あとこれ何気にいいの、これボタンなんですけど、うん、これあ足元に置いて足で離れた場所のカメラのシャッターを押します。連動だと切りすぎちゃうので、そんなたくさんいらないので、要所いる時だけこう足でポンって踏むと、うん、でそれをですね、あの舞台全体が映るカメラに取り付けていて、そうそうそう、あ、これ歯ブラシ、これはまあどうでも、あでね、さっきのこの連動のですね、この、アダプターですけど、これはですね、あの WR-R11A という分ですね。でこれが Z9 用で10ピン端子で、それでもう一つ、これね、ね、これはですね、Z6II に使う、ね、この端子の形が違いますね。はい、はい、まあ、そんな感じです。であとこの中の内側のポケットに、ま、マスクの予備です。なんか時々忘れちゃうので、うん、マスクまだね、必要なことがありますからね、まあ、場合によってね、まあまあね、一応念のため予備持ってます。あとクロスです。カメラ用、レンズ用のクロスを一応ポケットに、うんうん、カバンのポケットに入れてます。大体それで全部ですか？全部です。 あとね、スーパーの袋です。スーパーの袋は何に使うんですか？これはお弁当を配られた時に食べきれなかった、食べる時間がない時に小銭入れて持って帰ります。あ、お弁当ね。そう、これ結構重要なのよ。まあ、結構ね、直子さんの仕事は長丁場ですよね。朝早く入って夜遅くまで、ね、持って帰るのが大変なのよ、うん、ね、はい。じゃあちょっと、じゃあ少し、じゃあカメラの、じゃあ説明してもらおうかな。じゃあカメラバッグの中身はそれで全部ということで、どうぞおかけになって、はい、でそれで大体この辺でね、あのものを出して、でまあだったら、あの Z9 に関しては3台ということですけど、はいはい、どのような使い分けをしてるんですか？これがまずはちょっと手に取って、足がついてる、あ、ここね、はい、はい、これ NPS って書いて、これはちょっと今修理に出してるカメラの代替で借りてます。これは、なんだっけ、前景用なんで、現場のホールの大きさに合わせて 50mm か 35mm、 これどっちか使います。うん、うん、もう両方ともめっちゃいいね。 1.8 です。両方 1.8 がこの人の組み合わせです。でこの2台のうちの片方、まあ、じゃあちょっと、まあ僕が手に取りましょう。あの皆さんにも見えるところじゃないかね、うん、もう全然絵が変わらないから。確かに、はい、でこれが2台目の、2台目は100-400つけます。これに100-400をつける、はい、ね、100-400をつけて、で、うん、三脚に設置して、でこれ、これらの Z9 は横並びに並べるんですよね。そうです。3台を、はい、だったらじゃあこれを100-400をつけて並べると、うん、で、はい、それちょっと待って、でさっき皆さん見えてなかったんで、でこれ、うん、これがさっきね紹介した、うん、あの1台目の分で、うん、前景写真が撮れるように50ミリか35ミリ、ホールの、そうですね、ホールの規模に合わせて50ミリを選ぶか35ミリを選ぶか決めるのね、はい、でそれをこれつけっぱなしにして、はい、でこれに連動シャッター、足踏みでやってますね。これで、あの本当にね、直子さんすごいんですよ。あのね、足でね、あのね、シャッターチャンスをね、手は使えないから、手は忙しいの、うん、そう、
はい、でそれでじゃあ、まあ、それで1台目2台目と、はい、で3台目の Z9。 あ、ごめんなさい、はい、ちょっ と, ょっと、ね、ガラス屋さんが来た。一回タンマです、はい、はい、皆さんあのお待たせしました。はい、はい、そうしたらじゃあちょっとですね、じゃあまあ大体直子さんのカメラバッグの中にあるものはざっと見せていただいたんですけど、はい、じゃあ、 ZA、Z9 の大体1台目に、そう、1台目はこの35と50、2台目は70、200、こっちが100、400。あ、じゃあ100、400と70、200を並べるってことね。そうです、ね、この100、400と70、200がついた Z9 をそれぞれ2台並べて、うん、ほとんど70、200で実は撮影していて、100、400はちょっと予備っぽい意味合いもあります、うん、じゃあ一応これをすぐに使えるように2台並べてるってことね。そうです、はい、それはそうしてます、はい、まあ、実際こうやって、ね、お見せしないとイメージがわからないだろうからね、はいはい、そういうじゃあ感じなのね。はい、そういう感じです。でそれでこで実際ですね、直子さんは、うんうん、あれじゃないですか、キャノンのEOS の R3 を使って仕事をされてたじゃないですか、はい、でそれで R3 から Z9 に変えてどんな感じ、まあ、もちろんいいところもあるだろうし、そうでないところもあるだろうし、うん、どんな感じですかね、まあ、実際、まあ、Z9 を手に取ってもらって、うん、まあ、ちょっと皆さんに見せてあげて、ね、はい画面が変わらないよね、Z9 ラジオ、うん、そうそう、まあ、ラジオってのはせっかくもう今映像があるからね、うん、ね、そう、 Z9 を使ってみて、はい、うん、いいですよ今パッと言われてもね、もうね、結構半年使っちゃったからね、もうそれが当たり前になっちゃった。そうか、もう Z9 がね、うん、最初の頃はすごい素敵なシャッターフィーリングとか思ったけど、もうこれが普通、素晴らしいフィーリングはもう、はい、うん、シャッターフィーリングね。あとそう、さっきもちらっと触れたけど、この連動シャッターね、うん、WR ね、そう、これはねどうしてもできなかったの、うん、もうありとあらゆる方法を考えた、試したんだけど、うん、どうしてもタイムラグがあったの。これはタイムラグが全くない、うん、これね、そうな、もう一回読み上げますけど、 WRR11A というね、こういう10ピンターミナルがついていて、 Z9 の、 ね、向かって右側、正面から見て向かって右側の、ね、上からはシングルターミナル、2番目にある10ピンターミナルにこれ挿してですね、止めて使います、うん、それで電源は Z9 の電源を供給するので、これに電池はいりません、うん、でこれをですね、親機になる Z9 につけて、で子機になる例えば Z6-2 とかね、Z9 につけてですね、この親機にこれがついてれば、子機にこれがついてると連動しますね。はい、それがもうほとんどタイムラグがない。はい、はい、でそれでまあちょっと細かいことにね、もう一回言いますけど、これが Z6-2 用で、ソケットが違いますよ ね。これは Z6-2 とか Z7-2 に使うものです。はい、はい、あとこれさっき説明するの、それね、広角レンズはこれ Z6-2 につけて使ってます、うん、っていう話さっきしなかったね。そうだね、うん、そうで Z6-2 につけて、この1430をですね、舞台の近くに寄ってですね、そうそうそう、舞台の前景をこのワイドでパッと、客席の2列目ぐらいから撮れますね、無人で撮ってます、うん、で2470は、例えばこれ2階席から今度同じことをやろうと思った時は2470につけて2階からリモートで撮ってます。で2420は、うん、2420はポーズ写真用です、主に。それはもう Z9、まあ、Z8 でもいいのかもしれないけど、 Z9、 今までは Z9 だったんで、 Z9 と組み合わせてスタジオ撮影に本番前までこれで撮影してます、うん、はい、でそれでね、まあ、大体、まあ他にねちょっと聞きたいようなことって、あと85はゲネプロで、うん、袖の様子とか、あとメイクしてる子供たちの様子とかを撮ります。で 85mm の気に入ったところっていうのは、まあ、別の動画でも ね話をして聞いたことがあるんだけれども、うん、85mm の
どこがいいんですか、やっぱりボケ味ですか。やっぱね、どうだろう、袖の写真がすごい撮りやすくなった。今までずっと日八で撮ってたんで、それが 1.8 になったことによって、しかも 1.8 で使えるからこれ、うん、うん、もうすごい暗くても撮れちゃう雰囲気のある写真が、うん、これすごい85ミリね、うん、そう、ボケ足もすごい綺麗でね、お客さんとっても喜んでもらえるよ、うん、だからやっぱりそこら辺がね、まあ私が別の動画で喋っている、うん、ニッコール Z の単焦点レンズの F1.8S シリーズの底力なんですよね、うんうん、すごくやっぱりレンズの、ね、性能がめちゃくちゃズバ抜けていいんですよ、うん、1.8 シリーズの Z のね、うん、だからねこれね、これ最初驚いたもん、これ、うん、使わせてもらった時にさ、うん、ものすごい描写力、小さいじゃない、うん、とっても、だからこれ両方持ってってどっちかしか使わなくても、うん、全然問題ないぐらい軽くて小さいの、うん、であとね、うん、そうそう、あの、まあ、軽さなんかはさ、もう僕らはもう別にカタログ見ながら説明っていうのはさやってないのでね、何グラムかはちょっと申し訳ないですけど、あの皆さんホームページをねご覧になって確認していただきたいんですが、うん、体感的にすごくね軽いの、もう本当に、うんうん、あの 1.8 の、ね、レンズそれぞれ全部が、ね、2471本とこの2本が一緒ぐらいじゃない、うんうん、それそ言い過ぎ、言い過ぎかな、あそれでね、あとねこれね、ちょっとこれは僕がやったことなんですけど、皆さんにちょっとねこれはね、別件のちょっと話だよ、これね 50mm のね 1.8 のフードってこういう花形フードじゃないですかね、これで 35mm の 1.8 がなぜね、これねちょっとこれ他社の、角型フードなんですけど、なぜこれが付けてあるかっていうと、ちょっと今ここに用意してないんですけど、35の 1.8 のね付属のフードってこれとそっくりなんですよ形が、ほんでねこう並べた時にね取り違えちゃうの、確かにすごく似てるね。そうで、それでね、もう本当にね、これが今ちょっとね、35の 1.8 号がちょっとここに今用意できてないんでお見せできないんだけど、うん、そっくりなんだ、すごいそっくりなの。これ同じじゃないの、これこっちこっちつかない、まあ、一応つくよ、これねじ込みだから、うん、でもつくけど一応ね 50mm の方は長いフードをつけて、うん、35mm はまあ短い画角だからこっちのね、うん、短い角型フードをつけて識別します。なるほど、ね、確かに、もう私この四角いのが35って覚えてる、うん、そうそうそう、だから多分直子さんね、もしもね純正のフードつけたら多分間違うと思うよ。うーん、そうね、まあもちろんリアキャップにこういう風に 35mm とか言ってね、貼ってるのは直子さんの発案でやってるんで、これはすごくいいんだけどね、うん、やっぱ形はねパッともしもそっくりだったら 暗がりでさ間違っちゃうでしょ。実は2470と2420もねちょっとね微妙に間違いやすいので、この白いテープ貼ってます、ちょっと皆さん意味してくださいね、この白いテープが、この白いテープは白の MT の、マスキングテープを貼ってます、うん、すごいこれね、舞台撮影などは本当にね現場が暗いので、その白い線が入ってるとすごくね識別しやすい。であとねこれね、先ほどもねえって思われたと思いますけど、100-400にもね、あ、そこそれいつの間か消えてた、そう白テープね、貼ってあって、で70-200にはそのまま、ね、貼らずにやってるんで、これも識別用です。こっちがね、白。もうこっちが100-400、こっちが70-200っていうふうに、うん、暗いところでも間違わないように、はい、やってますね。はい。ここ置いて。うん、はい。あと何かあるかしらね。なんか。まあ、あとはもうそうですね、まあ、最近のことで言うと Z8 を導入して、うん、まあ、まだそんなに仕事にはね、使ってないと思うんだけれども、Z9 の基本性能がこの大きさに集約されて、うん、これにね、うんうん、どう思う、まあ、これから今後なんか、ね、なんかやっぱり両方あるとついこっち使っちゃうよね。 Z8 と、うん、Z8 ね、うん、もうちょっとちょっと Z9 の使用頻度がちょっと減っちゃいそうで怖いね、うん、まあ、かといって、まあ、この Z9 の Z9 の良さがあるから、まあ、やっぱしこう併用していくのが私はいいかな、うん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 、どっちかにするのはちょっと難しいかな、うん、まあやはりね、直子さんの場合にはね、積層型 CMOS センサーになった Z9 からニコンを使い始めたわけだもんね、あくまでもミラーレスの話、うん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 、ね、うんうん、はい、そうかそうか、そうしたらまあね、じゃあ今後もじゃあニコンを使ってね、言っていただきたいと思います。はい、はい、そうですね。あとこれ昨日の夜になんとなく仕事のつもりでセッティングしたけど、やっぱりモバイルバッテリーはもう一個持ってった方がいいと思うので、これを実際の仕事だとしたらこれ持っていきます、うん、なるほどね、はい、なんでねこれね
Z9 ってこれシール貼ってるのかなっていうふうな。あ、これ実は R3 には使えなかったんですよ。あのモバイルバッテリーによって、うんうん、あの R3 と Z9 で使える使えないのがあるので間違えないように。でちゃんとね、これさ、私 R3 用に買ったんだけど R3 に使えなくて、うんうん、Z9 用になりました、うん、そのためね、そのために機種名を変えて、そうなんです。でこれ三脚 の, あのヘリのとこにぶら下げられるようになってます。はいはい。でも結構ね、あのあれですよね、台数が多いですよね。台数多いですね。あとカードですね、カード、うん、カード、はい、ここ見える？ここは見えます。ここ、はい、これがカードです。ここ見えるの？あ、見える。あ、本当？この辺で見える、この辺。じゃあカードはたくさん持っていきます。このぐらいです。はい。じゃあ CF エクスプレスがメインかな。そうですね。これカメラの台数分プラス予備が 2つぐらいです。はい、銘柄はプログレードとサンイースト。はい。ネクストレジもあります。ネクストレジ、ね、これちょっと安かったの、試しに買ってもらえばよかったから使ってます。はい、はい、であとはまあ今ね、だからこれが Z9 3台用で、でこれが Z8 用で、これが Z6 2ね、 Z6 そうだね。であとこれはなんかサブカメラマンがいることを想定して、例えばサブカメラマンにこれを渡して、じゃあ今日お願いしますみたいな感じで。ああ、そうかそうか、外注をね、外注さん用です、うんうんうん、はい。でこれら辺は予備ですかね、かな、はいはい。でこのぐらいは持っていきます。はい、そうですね。それでまあ、あとですね、ここには持ってきませんけど、私がですね、直子さんのサブで入らせてもらうときには、うん、この機材とは別に、うん、Z9 を2台持ってきます、うん、でそれで Z9 1台には70-200をつけて、まあ比較的舞台の近いところからだいたい縦位置で狙っていくっていう撮影をしていって、 そうですね、はい、でそれでですね、さっきの Y、ね、WR-R11A というね、うん、どこ行ったかな、あのワイヤレスリモート の, あのコントローラー、ね、はい、をあの私の Z9 にまず1台つけて、で呼気、ね、もう1台の Z9、ね、まあいいで、いいよいいよ、はい、もう1台の Z9 にですね WR、ね、R11A をつけてですね、でそれに例えば1430をつけてですね、あの観客席 の, あの比較的近いところに置いてですね、私が、はい、あの70-200でシャッターを切る瞬間全部この1430でも撮れるような撮影をしているので、はい、ですからまあ一応合計はですね、まあ、2人分で Z9 は一応5台はですね、大体仕事で回すっていうことが多いので5台なんですね、はい、でだから一応なんで Z9 が5台必要なのかっていうのはそういうことなんです、うん、でそれで今 Z8 を新しくそれぞれに1台ずつ入れたので、これからどういうふうに活用していくかなっていうふうな矢先ですよね。そうですね、今ちょっと多いかなと思うんで、うん、減らす可能性高いですね、うん、これなんかも完全にもう直子さんのものですよね、これね。もうこれだって間違えたらやだもん。それが設定がほらだって違うから、微妙にボタンの、ね、そうですよね、そうなのよ、うん、あれってなったら困るじゃない、うん、そうそう、だからでこれはまあ私の Z8、うん、まあこれね縦グリップはこれはニコンさんからにも借りてるんですけど、まあ一応これですね Z8 をまあ2台この機材に足してですね、今運用しようというところで、はい、あのこれからねどのように Z8 が活躍していくか、はい、ね、というところもね、あのまあ私は個人的に楽しみではありますけどね、ちゅうか、ん、私でも本当すごい、あの、うん、この私の持ってるカメラバッグすごい優秀で、うん、これ全部入るんだよ。そうだね、これが全部入るカメラバッグって実はなかなかなくて、うん、探しに探したんです。で、はい、もともとカメラバッグとして売ってるものって実はあまり入んないんですよ、はい、容量が、はいはい、うん、ちょっとこれねもうねはみ出してるもんね、ガッカがね、うん、そうなの、うん、もうじゃあちょっとこれ一回全部カメラバッグに戻して重さを測ってみようかしらね。そうですね、ちょっとね測ったことない。
はい、それでは直子さんのカメラバッグの総重量をですね、はい、今ねちょっと今カメラのフレームに入らないんで、さっきのテーブルの上の機材を全部バッグにしまいました。で今測りをゼロに合わせてカメラバッグの取っ手に引っ掛けて持ち上げます。はい、せーの、よっ、うわっ、4で20.8 です。 20.8 キロでした。 20.8 キロ重たいね。すごいですね。余計なものを持っていきすぎなんだろうね。まあでもしょうがないかな。 20.8 キロってね、もうおよそ21キロですね。はい、これ以外に三脚バッグがあります、ね。はい、あとはスタジオ組むときはスタジオ用 の、 あのモノブロックと、モノブロックもしくはジェネ、それは現場によって使い分けてるんだけど、とあと背景を組むためのスタンド類が、うん、とあと背景組むんで、背景布の 3m×6m の布を現場に貼ります。はい、じゃあ今日はあの直子さんのカメラバッグの中身でしたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんかあのね、ニコンが結構入ってましたよね。はい、これ全部キャノンだったのが全部ニコンになりました。ね、本当にそうだね。すごいね、うん、昨年まではね、すごいね、あのね R3 をね3台と、はい、あとキャノンの RF レンズとか、あとソニーも使ってましたね。うん、それが今ねもう全部ニコンに変わっちゃったんですね。はい、はい、じゃあ皆さん、じゃあ今日はですね、ちょっと、まあ、今日もちょっと長い動画になりましたけれども、直子さんのカメラバッグの中身の紹介でございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、じゃあさようなら。はい、さようなら。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さようなら。はい、さようなら。はい。